というわけで皆さんこんにちは、今ね岡山の西口に来てるんですけど、まあ岡山駅ですね。駅の中にあるそのサンステっていう商業施設の中にそのテイクアウトじゃないよ、何やったかな、ファーストフード感覚で食べれるあの焼肉屋さんがあるっていうことで、東口の方になって1階にあるってことなんで、ちょっと行ってみようかなと。値段的にもちょっと気になるかなと。でもファーストフード感覚なんで安くないとちょっと話にならないかなと思いますね。まあどんな感じなのかちょっと雰囲気でも伝わればなと思います。それではねスタートします。はい、ですね、このサンステの後ろにいるんですけど、まあ、サンステって何やとずっと思ってたんですけど、このサンステーションテラスという意味らしいですね。この略してサンステということで、まあ、これ東口ですね。この東口の、サンフェスタ岡山っていうところに、あるということで、ちょっとねここに、今から行こうかなと思います。Thank you.
はい、ごちそうさまでした。そしてお疲れ様でした。ちょっとね、飲みすぎたかなということで、一応気になるお会計なんですけど、3杯ぐらい飲んでからの、1606円と、いうことですね。これ、女性の方が多いなというような、印象を受けました。はい、それではまたよろしくお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。